あのさ、前髪流してる写真見ました。マジ似合ってなさすぎてびっくり。すいくんハート、金柑さんかわいい、ありがとうございます。そう、さっき直したばっかだからね、この前髪が長くなっちゃった。やだ、絶対前髪あげん。いちごパウダーハート、ハックンハート、ありがとう。みずさん小判ありがとうございます。ハックン音符ありがとう。多分さ、あれさ、あれなんよ、いつもさ、なんだっけ、あのさ、適当にさ起きたまんまだからさ、ちょっと上がるじゃないですか。からかな、分からんけど、絶対今日前髪上げれんのよね。眉毛のね、濃さが全然違った。今日びっくりした。嫌だよ、絶対おでこ見せんや。なんかみんなすごいなと思う。やっぱりでこが美しいっていいね。ハックンタンポポチェチェさんかわいい、かやちゃんハート、あ、ハートじゃなかったこれは、バラありがとうございます。家族であげてる人誰もいない。みんな下げてるからだよ、多分家計的だよ。もうこれしか気にならん。切ります、あとで前髪を。なんでこんなになっちゃったんだろうね。そんな流しては可愛いなんて言ってくれんの、ファンの人しかいないです。もうみんなブスみたいな、もう本当に似合わなくてびっくり。そう、あとさ、昨日転んだんですよ、思いっきり。モナミじゃないやさん、音符ありがとうございます。そう、なんかね、割とね、大胆に転びすぎてびっくり。自分でも久しぶりに転んだんですよね。そう、いい絆創膏見つかってないんですよ。なんか駅まで歩いてたんです、昨日家からね。そしたら風強くて、で、しかも厚底履いてたんですよ。で、それで、あーってなって、思いっきり、大惨事に、なんていうんですか、スライディングしてこけたんですよ。いや、周りに誰もいなかったんですけど、本当に幸い中の幸いだよね、人がいないの。ここも今、絆創膏の、なんか、本当に誰かに動画撮られてたら本当に恥ずかしいってぐらい。なんか M 字の、ハートありがとう。そう、マジ大事故よ。セーフじゃない、完全なアウト。そう、漫画よりね、すごく方してる。なんかね、あれ使ってるんですよ。なんだっけ、あのケアリーブじゃなくて、キズパワーパッドみたいな、なんか膨らんだらさ取っていいみたいなやつ。あれでもなんかもう一日で膨らんでんだよね。なんかもう本当に膝がグロくてびっくりしてるの、痛いんですよね。あ、そんなもん、マジ。あ、それが一番いい、本当か。じゃあこれを使います。そう、なんかキキミちゃんに会ったんですよ、その前にね。あ、その絆創膏を買おうとした時に、そしたら、そう、そのキズパワーパッド使いなーって言われたから。骨は絶対大丈夫。見せられないレベルじゃないけど、絶対見たらグロいって思う人はいると思うっていう感じの。えなでも、おおって無理だったなる。
なんか初め普通の絆創膏を貼ってたんですよ。自分が普通に持ってたのやつを貼ってたんですよ。そしたらもうすぐ血が滲んで、もうダメだった気持ち悪かったもん、血が滲みすぎて。びっくり。クジラさん、だるま、ハートありがとうございます。そう、絶対後になるよなっていうぐらいの大怪我。スギくん第2ボタンありがとうございます。ポーンさん、だるまありがとう。なんかね、もう一個の方はね、あれになってる、かさぶたになったからね、治ってきてんだなと思って。え、全然ねえのね、そういうね、怪我した系で泣かないからね、いけんです。なんかこのエナのキズパワーパッドの怪事記を教えてほしい、みんなに。わかんないんですよ。大輔くんさん、第2ボタンありがとう。そういうのね、あれなんですよね、かさぶた取る芸人じゃないや、職人やってたらね、あとできた。あ、しばらく貼ったまんま、マジ公園なくてよかったレベル。なんかね、あと作りまくってた。クロポンハートありがとう。え、なんかね、本当に今ねミニスカートが履けないから、今日もワンピースを着ています。みんなすごい知ってんね。なんか転ばなくないですか、めったに。なんで転んだんだろうってくらい、本当に久しぶりに大怪我した。大怪我でもないんだけどさ、前田にとっては大怪我した。偽物の人、小判マヤスさん52番、第2ボタンありがとう。あ、大人になっても転ぶんだ、そんなもんね。靴のせいなのかなと思って、で、キミちゃんと歩いてた時ももう一回同じような状況になってね、死ぬかと思った。現場監督ファイトありがとう。革靴履いたことないんだよね。ヘッポコタさんありがとう。ありがとう。乾かさない、かさぶたを作らない、傷が残らないね。なんか膝にね、これはね、傷はなくならないようにパワーを込めてちゃんと直していきたいと思います。あ、そっか、ローファーって革靴なのか。なんかエナの学校、なんだっけ、運動靴でもローファーでもどっちでもいい学校なんですよ。わかります？そういう学校なんですよ。なんか運動靴履いてってもいいし、ローファーでもいいよみたいな。でもエナ絶対なんか高校生といったらローファーみたいなとこありません？だからエナは絶対ローファーしか履いてかないんです。なんか制服にスニーカーってさ、どうなんだろうって思わない？なんかローファーの方が合いません？なんかさ、体育の日はなんかスニーカーで行く人とかいるんだけどさ、えな絶対嫌ないよ、ローファー。ローファーなんか王道で行きたいんですよ。わかる？この言いたいこと。クロポンハートありがとう。
えなまあ、なんか基本的にかこの高校生はローファーにあの制服に髪の毛を下ろしてるストレートっていうのがまずは高校生みたいな。靴下の長さはなんか長いやつ履いてる。現場監督花束クロポンハート何ボタンありがとう。学校用の運動靴はね GU の靴履いてます。マジ全然履いてないんだけど。それもなんかね、そう修学旅行かなんかの時に買ったんですよ。中学か何の時に買ったんだろう、わかんないけど、なんかの時に買った自由の靴を履いてる。シアスプラッシュマン花束、ママの LINE のせいで名前がわからん。ライコーさん小判ありがとうございます。カバンにキーホルダー全くつけてないですよ。なんか一時期ミルクフェドの星型のチェーンみたいなやつをつけてたんですよ。でそれを2、3回割ってるんですよね。なのに買っちゃうって。でもう割って今はもう何もつけてない。なんか本望を言えばあのシェリーメイとかつけたいんですよ。可愛くない？あれにつけたら、あ雑誌女子高生みたいな。だからあのもそういうのになりたいんです。現場監督尊いありがとう。そうダービーとかつけたいの。でもねディズニーに行かないからまず買わないんですよ。シナモンとかつけたい。あー子供っぽいか。そう今サンリオブーム来てる。うなぎさんハートありがとう。なんかサンピュに行きたいんですよ。なんかずっと言っててこのサンピュに行きたいみたいな。もう今ね行きたいとこだらけなんですよ。なんかわかるかな、行きたいとこだらけになるの。なんか行けないって思うと行きたいとこばっか。そう今やってないんですよサンピュ。あサンリオピューロランドのこそサンピュって略さないですか。何だっけかな。そうサンピュって言うんですよサンリオピューロランドのこと。えそうサンピューなんですよ。あ意外と使わないんだね。なんかそういうのありますよね。そうサンピュに行きたくてJK の略し方だねそれは。でもエナも誰かに教えてもらって初めて知ったんですよね賛否。だからうん賛否です。ディズニーって略されてるんですかねこれ。東京ディズニーラン東京ディズニーリゾートだからディズニー略されてるのかね。ユニバーサルスタジオジャパンもさユニバって言うじゃん。サンピリオピューロランドもサンピみたいな、そういう流れ。スギくんバラ現場監督ハートありがとうございます。あそっか TDL か東京ディズニーランド。いいな行きたいな夢の国に。えのはなんか割とさ1年ずつ行ってたの。もう行かなくなっちゃった。サンリオは何が好き？なんかねポンポンプリンが好きだったけど最近シナモンも可愛いなって思うしポチャッコも可愛いなって思っちゃう。うんだから結局何でも可愛いサンリオは。ね、夢の国もやってたよね。ユニバ行きたいんですよ。でも行きたいとこだらけすぎる。ユニバのキャラクターって何があるんだっけ。エルモと
ミニオンとかか。ライコーさんバラありがとう。あとなんだっけ、あ、スヌーピーか。